お、この子いいじゃん。この子とデートしたい。俺は意を決してレイナちゃんのデートの誘いに乗った。ブラックワールド。俺の名は山口、30歳童貞だったはずが、気づいたら40代童貞になっていた。ああ、俺なんて所詮女に恵まれない男なのさ。二度にわたって女に騙されて、俺の心はボロボロだった。もう女なんか信用しねえ。俺は一人で生きるのさ。そもそも男一人の生活は気楽でいいもんだ。好きなものを好きなだけ買えるし、責任も少ない。以前の会社は女に騙されたショックで無断欠勤し、そのまま退職してしまったが、新しく入った会社も給料は悪くなかった。男やもめにうじが湧き、女やもめに花が咲く、だったっけ。そんなことね。俺は綺麗好きだから、ちゃんと家の中、うわ、しばらく掃除をしていなかったから足の踏み場がない。でも掃除なんて面倒だし、掃除しなくても生きていけるわけだからする気が起きない。大丈夫大丈夫、余裕がある日に掃除すればいいんだからさ。俺は自分にそう言い聞かせて掃除を怠った。どうせ誰に見られるわけでもないし、別にいいんだ。しかしそう思っていると、あ、ごめんなさい。俺が部屋を出ていくタイミングで隣人と廊下で鉢合わせてしまった。そして最悪なことに、隣人にちらっと部屋の中を見られてしまったのだ。あ、今日は暑いですね。お互い頑張りましょうね。あ、はい、おい、何やってんだよ、行くぞ。はいはい、待ってよ。それじゃあ失礼します。は、はい。あ、彼氏持ちか。いいな、キラキラしてそうで。って何言ってるんだ俺、もう女にはコリゴリだって言っただろ。俺は自分にそう言い聞かせながら出勤した。はあ、今日も疲れた。ヘロヘロになりながら家に帰ると、隣人が騒いでいる声が聞こえてくる。くっしょ、楽しそうにしやがって。こっちは明日も仕事だっつうの。しばらく隣人たちの声を聞いていると、静かになった。あ、あいつらまさか、イチャイチャしてるな。許せねえ、こっちは独り身で寂しい思いしてるっていうのに、二人でイチャイチャしやがって。はあ、虚しい。やっぱりどんなに自分に言い聞かせても、彼女が欲しいという自分の気持ちを隠すことはできない。もう40代に突入してしまった以上、この事実から目を背けるわけにはいかない。俺は彼女を作ることにした。くそ、マッチングアプリってこんなに金かかるのかよ。まあ独身貴族だから払えるけど。俺はマッチングアプリで女性と会うことにした。しかしどの女も俺好みじゃない。なんだこの女、これでよく自撮りなんかあげられるな。もうちょっと自分磨きしてこい。まったく、世の中鏡を見たことないのかってレベルの女がいたら困るぜ。しばらく女の子を物色していると、お、この子いいじゃん、この子とデートしたい。俺は早速目をつけた女性に連絡をしてみた。メッセージを送るだけで金がかかる。こんなのぼったくりじゃないか。連絡を送って丸1日経ったが、返信が来なかった。くっそー、金払い損じゃねえか。その後も複数の女性に連絡を取ってみたが、どれも返事は返ってこなかった。どうしてだ、やっぱり俺の自撮りが良くないのか。我ながらよく写ってると思うんだけど。諦めずに何度もいろんな女性に連絡を取っていると、一人の女性から返事が来た。はじめまして、レイナです。連絡ありがとうございます。レイナ、レイナちゃんか。もう騙されないぞという気持ちで、俺はレイナちゃんと連絡を取った。40代なんですね。しっかりしている年じゃないですか。すごいと思います。俺ってしっかりしてるのか。レイナちゃんと連絡を取っているのはとても楽しく、なんだかさっきまで女なんてって言ってたのがバカバカしくなってきた。そうだよ、人間ってのは本来こうやって恋愛をすべき生き物なんだ。俺は今正しいことをしている。それじゃあ一度会ってみませんか。いきなり会う？やばい、心の準備が。いや、ここで逃げたらダメだ。俺は今度こそしっかり恋愛をして脱童貞を果たすんだ。俺は意を決してレイナちゃんのデートの誘いに乗った。1週間後レイナちゃんが指定した場所で待つことに。うわ、緊張する。あの、山口さんですよね。はい、山口です。
よかった、レイナです。はじめまして。わあ、生のレイナちゃん。写真で見るよりもずっと可愛い。まるでアイドルみたいだぜ。どこ行きましょうか。何か冷たいものでも飲みます？そうだね。レイナちゃんと話しているのはとても楽しくて、時間があっという間に過ぎていくようだった。あー、楽しかった。山口さん、また会ってくれますか？また会ってもいいの？もちろんです。山口さんさえよければ。俺も会いたい、会いたいです。よかった。山口さんならあの子と話してもいいかも。なんて？なんでもないんです。また会いましょうね。それじゃ。レイナちゃんはそう言って帰っていった。あのことって一体何だったんだろう。気になって仕方ない。今度は俺の方からレイナちゃんをデートに誘ってみた。レイナちゃんは快諾してくれて、一週間後また会うことに。ありがとうございます。誘ってくれて嬉しかったです。いいんだよ。それよりも先週言ってたあのことって。やっぱり聞こえてたんですか。何か悩み事？俺でよかったら話してみてよ。実は私、借金を抱えてるんです。借金？返すために少しずついろんなものを売ってお金を作らなきゃいけなくて、それでもなかなか返せなくて困ってるんです。そうなんだ。大変だね。こんな可愛い子が借金なんて。きっと親がよっぽどのクズ野郎でこの子に借金を押し付けたのかもしれない。ごめんなさい。山口さんにこんな話してもしょうがないですよね。いや、レイナちゃん、俺でよければお金の工面するよ。そんな、いいですよ。そんな話を聞いてたら協力したくなるよ。協力させてくれ。ありがとうございます。俺は今日たまたま持ってきていたというサプリメントをレイナちゃんから買い取った。数袋で数千円、結構な額だけど、これでレイナちゃんの借金がなくなるなら。それにレイナちゃんに恩を売っておけば脱童貞が果たせるかもしれないし。俺はその後もレイナちゃんに会うたびにレイナちゃんが売らなければならないというものを買い取っていった。今日は健康食品か。一袋千円、高いな。それにしてもレイナちゃん、こんなものまで売らなきゃいけないなんて。俺がしばらくレイナちゃんが売ってくれるものを買っていると、ある日レイナちゃんが。どうしたのレイナちゃん。実は借金がさらに膨らんじゃって、この箱いっぱいの商品を買ってくれないと困っちゃうんです。箱いっぱい。これ一杯で数十万円しますけど、山口さん、買ってくれますか？数十万円？それはさすがに。山口さん、お願いです、助けて。レイナちゃんが潤んだ目で俺を見てくる。脱童貞のためなら数十万円くらい。すぐに引き落としてくるよ、待ってて。ありがとう山口さん、大好きです。俺は口座から数十万円を下ろし、レイナちゃんに払った。レイナちゃんは泣いて喜んでくれた。ここまでしたんだから、レイナちゃんは俺に惚れ込んでいるに違いない。しかしそれから数日、レイナちゃんからの連絡がパタリと止まった。あれ？レイナちゃん？どうやらレイナちゃんはマッチングアプリのアカウントを削除しているようだった。レイナちゃん、まさか俺のことを騙して。大量に残った健康食品やサプリメント、これはただの詐欺の手口だったんだ。なんで俺はいつもこうなるんだ。これからあと何回女に騙されればいいんだ。当然クーリングオフもできるはずなく、俺は詐欺商品に囲まれながら涙を流した。モテない男って騙しやすくて本当いいかもだわ。次はどのアプリでカモを探そうかな。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。